はい、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はい、今回は冷却等の耐用年数についてですね、お話をしたいと思います。よくですね、冷却等の耐用年数ってどれぐらいですかってこう聞かれることがあるんですけど、これはですね、管理の仕方によってですね、大きく異なります。冷却等の、仮にその水処理をですね、されなくて、しかも過剰濃縮、をですね、水をほとんど入れ替えずに、過剰濃縮の状態でですね、使用されますと、水質の状態にもよるんですけど、ひどい場合はですね、もう5年ぐらいでですね、もう完全に充填剤がもうガッチガチに固まってしまってですね、もう目詰まりを起こして、なんていうですかね、もうコンクリートみたいな形にこうもうなってしまってですね、もう風の通りがなくなる、そして水が流れない、このような状態になるとですね、もう本当も最悪5年ぐらい、しかしですね、こういうのは非常に稀で、これはよっぽどなんか水質が悪くてですね、水の管理を怠っている場合なんですけど、普通にですね、そうですね、水の状態が良くて、水質管理をですね、しっかりとやった場合、普通にですね、30年からもうそうですね、もう長く使っているあるとこなんかもう50年とかですね、それぐらいですね、普通に使えます。この水一つでですね、このクーリングタワーの寿命というのが大きく変わってくる。でこの充填剤をですね、じゃあ交換をすればどうなるのかっていう話なんですけど、この充填剤の交換っていうのがですね、冷却と一機、新品で買うぐらいのですね、コストがかかります。下手すればですね、その設置されている場所、例えば非常に高い場所、ビルの上とかですね、そういったところにある場合、交換作業の手間がですね、ものすごくかかります。なので、もう新品よりもですね、非常にそのコスト高になるっていうことですね。月々、急なトラブルを防ぐためにはですね、しっかりとしたこの水の管理、そして、未処理薬剤のですね、適切な使用の仕方、こういうことをですね、やっていくと本当にその30年から50年は使えるかなというところです。で、充填剤のですね、この寿命に関してもなんですけど、それもやっぱりこう水質によってですね、大きく異なると。使えるところはですね、もう何もしなくても10年とかですね、20年使える。もう本当それはですね、水質がすごくこう超ラッキーな状態、ですね。はい、いずれにしても冷却等っていうのは、その中の充填剤の状態によってですね、耐用年数が決まってくると。もうその外側のですね、フレーム、もうこういったところがもう例えば錆びてもうボロボロになってると、そうなってくるとですね、もう骨組みごと入れ替えとなりますんで、もう新品の乗せ替えが必要になるのかなと思うんですけど、仮に充填剤だけの状態がですね、非常に悪いということであれば、その中だけですね、充填剤を入れ替えてやるということで、また新たに使えるようになるということです。はい、冷却等でですね、意外と部品の交換が効きますんで、新規で入れ替えるというよりもですね、パーツ交換で、非常にその長く使い続けることができるっていうのも、この冷却等の一つですね、特徴かなというふうに思っております。はいはい、そういった冷却等のですね、ちょっと水で困っているというお客様に、今冷却水の無料診断サービスを行っております。冷却水をですね、ペットボトルに取ってもらって、当社の方にお送りいただくと、水の分析等を行いましてですね、最適なその水の水質の管理方法、それとどうやればトラブルを回避できるのかというのをですね、ご提案しておりますので、ぜひご活用いただければと思います。
はい、熱処理設備のトラブル激減、10年経っても安定稼働、熱処理設備の水温が夏場ちょっとやっぱ心配だなとかですね、冷却水の配管がもうスケールで詰まってしまってもう細くなっとるとかですね、まあそういったトラブルでお困りでしたら、セールスエンジンと検索をいただけますと弊社の詳しい情報をご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。